はい、こんばんは、島津です。Stay Out of the House。続きからやっていきたいと思います。前回はですね、隠し通路を通って、屋上から一旦外に出ることに成功しました。で、そのさなか、ね、生存者が檻の中に囚われてて、何人か助けたんですけど、まあね、数人はね、奴の犠牲になってしまいました。今回はそこから始めていきたいと思うんですけど、今からですね、隠し通路を通って、また屋上行って、配線にね、このダクトテープを巻きたいと思います。おそらくね、それができるんじゃないかと思うんで、ちょっと行きましょう。で、シーリングファンを回すって感じですかね。はい、じゃあ、ここに、ダクトテープを、巻きます。はい。やっぱね、合ってた。で、これでスイッチを入れる。きた。で、シーリングファンが回りましたね。落ちた。なんだ、これ。電池きた。2個目の電池きました。なるほど。これを取るためのとこだったみたい。あ、だから圧力弁なんだ。あそこで取れたのが。ブッチャーの鍵取ってなかったら、あの蒸気が邪魔でいけませんでしたよね。本来の正規ルートだと、裏庭に出て、圧力弁取って、蒸気をシャットダウンして、電気入れて、で、ダクトテープ巻いて、シーリングファンを回すっていう流れだったみたい。まあ、とりあえず、あいつは、ね、死体を引っ掛けてから動かんくなってるから、あれを利用して、今うんち進められそうなとこは進めましょうか。ちょっと時計を見つけようか。進行がね、よくわかんなくて、どうしていいかわかんないので、時計を見つけたいと思う。で、この時計は違うんですよね。現状、見つけた時計は3つですね。屋上の1時と2階にあった9時。で、この1階にある7時。この3つは見つけてるんですよ。で、鉛の番号のとこって4桁っぽくて、4回押したらね、ブブってなりました。だから、あと1箇所見つけないといけないんですけど、これでいいんですかね？もしかして。この、隠し通路を開けた。これは5時を指してるんですよ、5時。ちょっとこれを使って入力してみようか。これもまあ1回だけど、1回で5時。そうですね。じゃあ、上の順からやっていこうか。だから、一番屋上の1時、で、2階の9時、で、1階の7時と5時。ここはちょっと入れ替えでやってみたいと思います。だから、1、9、7、5。違う。じゃあ、1、9、5、7。違う。じゃあ、下の順からやってみる？ 7、5、9、1。違う。5、7、9、1、違う。時計は合ってそうなんだけどね。どうやら、隠し通路を出したこの5時っていうところが違うんでしょうね。地下にないよね、時計って。地下に時計があれば、もう問題ないんですけど。ないよね。お！なんか光ってる。これジャンプしていいかね？そこいるよね？せーの。大丈夫？これは？ここに電池あったみんな。じゃあまあ、ジャンプしても気づかれないってことは分かったんで、ぶっちゃんの鍵ここ置いて、そこにあったんか、お前。来た。きたこれ。で、ちょっと補足入れとくと、4つ、ね、あと3つどこあんだろうって言ってたんだけど、缶切りのやつ。よく見たらね、電池はね、全部で3つでした。3箇所はめればクリアだった。うん。だから、あともうこれで終わり。バレないよね。ほら。3箇所分しかなかった。ん？大丈夫だよね。電源は入ってる。来た。よかった。4つじゃなかったわ。3つでよかった。もうこれであと1個みたいなこと言われたらもう、どこを探せばいいんだろうって。ね、ちょっとビクビクしながら今入れましたけど。いけました、いけました。つまり、この缶をあとはセットするだけ。なんだけど、さすがにバレるでしょ。はい。おお。いったけど、あいつは打ちひしがれてますわ。想定外の人間を殺した、ことの方が重要みたいですね。全く気づいてない。じゃあ、いただく。あ、取れない？鍵！これは？古い鍵。もうあそこの鍵でしょ、どう考えても。ね。よし、じゃあ、出ましょうか。で、出る前に、ブッチャーはどうやら、打ちひしがれてるから、さあ、果たしてこの二人バレずにあそこを通過できるのか？ついてきて、ついてきて。頼むよ、ゆっくりとね。あいつになるべく触れないでね。やばいときはこれ使います。来れる？ここ頼むよ。ここかなりきついよ。ここかなりきついかんね。あ、ちょっと待って、ライト消して。ここかなりきついかんね。いける？ゆっくり、ゆっくり、そう。でかした。お、あんたらでかした。よし、いいぞ。かなりショックを受けてるみたい、本当に。よし、じゃあクリアだ。よし。行くぞ。もうこれしかないもんな。どう考えても。開け、開けごま。よし、来た。開けごま、開いた。あ？開いた？早く。あ、時間がかかるの？ん？開いたよね。開いた。よし、出るぞ。うわぁ、何これ？なんで空暗いの？これもしかして、儀式の影響ですかね。儀式の影響なのかもしれない。よし。とりあえず、ここ、なんかないかチェックしようか。もしかしたら何かしらアイテムがあったね。これはなんだ？鍵。これ以上持ち運べない。これどうすっかね。もう六角いらんよな、さすがに。六角置いて、何の鍵？誰かが落としたんだろう。わかんないっぽいね。何の鍵か。もうないけ。アイテムらしいアイテムはない。あ、ここが開くんじゃね？うん。ほら。ここ開かんかったんですよね。確か。はい。何がある？ここ。なんもないのか。待ってね。ああ！別の脱出ルートがあったんだ。こっちは行けない。はい。こっから逃げるんだ。行くよ。一応、弾は少ないけど。待って。ナイフはどこだ？大丈夫だよね。あれ？ナイフ何番？ナイフ3番ね、オッケー。よし。出れるこれ。あらあらあら、やばい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 、走って走って走って、撃ったらひるんだわ、怖っ。これどっちが正解？正面？正面は正解じゃなかった。オッケー。急げ。ちょっと待って、サムネ撮りたいんだけど無理だった。いやいや、もうあいつら切られてるやん。切られてる距離だよ、みんなあいつら生存者。でも俺しか狙ってこないみたい。うん。俺に相当恨みを持ってるみたい。ほらほらほら、追いつかれてるもん平気で。おお、住宅に来た。助けて助けて、殺人鬼が来てんの。助けて助けて。あれ、誰もいない。あそこか、ここだ。ここに逃げるのが正解だ。消えた消えたね。あんたらよく無事だったね。あの状況で真っ先にあんたら切られてますよ。よかったね、私だけにしか執着してなくて。じゃないと、もうミンチだよ。とうの昔に。で、ここに入るとエンディング迎えるっぽいね。他はもうあいつは追ってこないはずだから。他ちょっとチェックしようか。そうだね、特になんもないわ。光ってる家に逃げましょう。これでエンディング。助けて、殺人鬼が。Help me. Is anyone home? 殺人鬼がいるの、助けて。あいた。Hello. あら、あんた。あら、あんた、やあ。He's gonna kill me. あいつに殺される。Do you wanna come inside? 中に入るかい？待って。こいつがさ、誘拐役じゃない？近くの家に住んでるし、誘拐された当日も来てたし、ちょっとね、最後まで見てから話そうか。入れて、とりあえず。何かおかしい。ほらね。待って、床血まみれ。お腹が？これ、血じゃないの？違う？ Do you want to come inside? 中に入るかい？ I'm sick. Help me. 血じゃなかった？視界がぼやけたのってお腹が痛かったからなんだ。病気なの、助けて。What's wrong? どうかした？あらららら、血吐いた。え？血吐いた。薬飲まされてたね。毒薬かなんか。遅効性の。他の人たちもさ、飲まされてたんじゃないこれ。逃げられてさ、あそこの場所を、言われないために。で、処理する前に解毒薬を飲まして、体を中和してから処理してたって感じかもしれない、これ。いやー、ダメでしたね。助かりませんでしたね。っていうことは、今回生き残った2人も、もう亡くなったかもね。4は解放されんかった。はい。ということで、本日はね、どうにかこのね、狂気の家を脱出したんですけど、悲しいことに、そうだね、体に何か細工をされてて、最後は、吐血して、亡くなってしまいました。まあ2番目のバッドエンドってことになるんですかね。一番最悪が、そうだね、サクリファイスされて終わり。で、次がこれって感じですかね。あと、最後に出てきたあの男についてはね、特に語られませんでしたね。もしかしたら、本当に一般人なのか、はたまたね、その別エンドで、あいつの正体がわかるようになってるのかもしれません。とりあえず、エンディング迎えたんで、Stay Out of the House はね、一幕という感じですかね。はい。ご視聴ありがとうございました。そうだね、次回、可能なら、バンカーのところ行ければいいかなと思ってます。もしね、動画の方が上がった際はね、また見に来てやってください。はい。それでは、島津の Stay Out of the House になりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。